こんにちは、吉田さん。まあ NHK の話は私に言わせればもう入門編の中の入門編ですよね。まああれで売り上げとか作れるわけですし、なるほどというふうなね、マインドチェンジを今まで多数の方に起こしてきたんだなと思いますけども、逆に言うとあれぐらいは思いつかねえかみたいなことで私はずっと思ってるんですけどね。でここ数ヶ月、特別定額給付金の話題をずっと出してきて、私はね、まずは官邸にメールを送ることができるんだよ、官邸に私たち国民の声を届けましょうっていうのも、まあ、誰でも知ってるんじゃないかなと思ったし、少なくとも検索すればそういった窓口が出てくる、お問い合わせ先があるっていうのは、市区町村の窓口であろうと、どんな企業であろうと、国であろうとも同じだっていう前提でずっとね、何年も生きてきたんですよ。で案外そういうこと知らないもんだなっていうのを改めてこの度ね思ったのと、あとね、官邸にメールができるってことをお伝えすると、それを一生懸命やるのはいいんですけども、それ止まりなんですよね。だからそこからどのように展開させていくか、どのように本気で自分の暮らしを助けてほしいってことを訴えかけていくかってことなんですけども、私はすごく単純な話なんですけどもね、与党野党国会議員の議員事務所に訪問したり、いや逆に言うと事務所が地元にない場合は向こうからね来てくれるんですよ。それはやっぱり有権者に自分たち政党の声を届けたいっていうのは、議員さんだったら誰も思いますからね。特に、まあ中堅から目立ってない議員さんといったらね失礼になりますけども、なかなか活動の場がいただけなかったり、自分の声がテレビとか国会で発信できない方にとってみたら、地元の有権者に自分の声を聞かせるっていうのが最も重要な発表の場ですからね。カンフーやってます、大和くん。カンフーね、まあ、私が教えたんですけどね。1歳で牧人でカンフーするどうですかね。ちょっと牧人やってみましょうか。大和くん、頑張れよ。まあこれも場数を踏んだからねできるんですけどね。だ今空中でもできますね、これ。よっしょ。で政党の事務所に行くこともそんなに珍しい発想じゃないと思うんですよ。会社に苦情がある場合は会社に電話かけたり会社に訪問したりとか、その自由は私たちにありますからね。まあ、特に有権者の声を聞いてくださいっていうふうに申し込んで断る政党はないですからね。それこそ国政政党でなくても単なるね政治結社でも国民の有権者の声を聞きたいはずなんですよ。まあ、そういった形で私は自分の自宅にね、与党野党ほとんどの政党の、そうですね、全員ですね、結局対話をしてですね、もしくはこちらから訪問したり、どっかで待ち合わせして立ち話をしたこともありますしまあそんな感じでね行動していくと、まあ中にはね本当に給付金がないと困るっていう国民の皆さんが同じような行動してくれるんじゃないかなと思ったら、案外しないですね。なんかその本当に自分のお金を、自分の暮らしを助けてもらおうと行動できる人ってのはどのぐらいいるのかなって、未だにちょっと深い闇の中にいるんですよね。私は自分のお金ではなくて、かっこいいこと言うと生活に困った方のためにやってみてはいるんですけども、当事者じゃないんですよ。私が困ってるわけじゃないんで、困った人のために当事者以上に行動しているだけなんですよね。まあ結果が得れてるわけではないんですけども、その結果何があったかというと、まあ当然私が自分が何者なのかを自己紹介しますよね。私は隠居している YouTuber なんです、これがチャンネルですっていうふうにお見せすると、まあすごいですね、発信量とかって、でコメントの数も見てくれるわけですよ。そしたら有権者のコメントが並んでるわけですよね。でそっから話が進んで、自分も YouTube で自分の政策を発表したいんですっていうふうにね言う方ばかりです。ということで結論としては、どこの政党とは言いませんけども、まあ、全ての政党と言ってもいいでしょうね。全ての政党から速稼塾の塾生さんがこの半年でできたということでございます。
皆さんね、発信力に飢えているんですよ。で、私はその実はね、令和新選組か NHK から国民を守るとのいずれかで立候補するつもりだったんですけども、まあここまでね、各政党の方に弟子入りされると、ちょっとね、私がここの政党の人間ですって言いにくくなってきたこともあるんで、まあ自分独自で、そうですね、政治団体を発足することにしたということですかね。まあそのうちどっかと合流することもありえますけども、今のところは自分の政党を作ろうかなっていうところでございます。でもちろんね、自分で立候補するほどの力量はなくて、どっかの公認を受けないとまず何ともならないでしょうかね。まあ、だから国会議員にすぐなれるってことはなかなかないと思いますけども、まあ、何が言いたいかというと、本気で活動して、本気で発信して、本気でいろいろと改善していくと、なぜかね、速稼児の熟成が増えるばっかりということなんですよ。ついに政治団体、国政政党の中からも速稼児の熟成さんが軒並みできたというね、そんな半年間でございました。いかがでしょうか。 NHK の受信料とかではなくってね、それどころではなくって、どんな人でも何かを求めて速稼児に来るってことですよね。もちろん稼ぎたいから来るっていうのもあるでしょうけども、自分の声をより多くの人に届けたい、で久保さんとの、でも私とのちょっとコラボっていうのなんか実現しそうないですけどね、やっぱりね、勝手にはできないらしいですからね、難しいですね。まあ、あらゆる宗教、あらゆる政治団体、あらゆる思想家、あらゆる言論人の方が今私の速稼児の中にいらっしゃるということですよね。だから時には私も忖度聞かせないといけなくなってきましたよ。結構自分の言いたいこと言うとね、あ、この人が気に障るだろうなとか、この人の真反対のこと言ってるなみたいなことがあるんだよね。まあ大和くんの発言はね、自由でいいですね。鏡見て喜んでますよ。もう吉谷さん、少年ですよ、これは。しゃっくりしてる。少年。早いですね。2年前にはなかった、この存在。ああ、動かすな。じゃあ、いってらっしゃい。